赤坂里奈、小学6年生の11歳です。よろしくお願いします。私は金曜日になんか朝の準備をしてるときに時間割を見たんですよ。そしたらなんか1時間目の始まる前に朝の会の前になんか漢字のミニテストが入ってたんですよ。10問テストでなんか練習してないことに気がついて、やばいどうしようってなってたら、自主学習っていう自習ノートがあるんですけど、それをペラペラしてたら1週間前くらいに練習してあって、やったーって思ったんですけど、あ、学校に着いてから1週間くらい前って気がついて、すごい焦ってそのまま漢字テストを受けちゃったんですよ。それでいつも点数が高い方だからちょっと結果が心配です。次からちょっと気をつけます。で、じゃあそれでは次の曲聴いてください。女の子は泣かない。I'm not afraid to die.